はいどうもこんにちは、順次です。今回ですね、私が乗ってる車 NV200、 この車ヘッドライトがもともとハロゲンランプっていう電球がついてるんですけれども、今ほとんどの車 LED ヘッドライト使ってると思うんですが、ハロゲンの暗いんで中華製の LED をつけて使ってました。このノブサイトって読むのかな、この LED がですね Amazon で確か2000円ぐらいで購入しまして、もう配光も割と良くてですね、カットラインも出て車検にも普通に通ってたんで気に入って使ってたんですけれども、これが5年持ちましてとうとう片っぽ切れてしまいましたので、その前に使ってた LED にとりあえず交換してました。筐体自体は元のやつとすごく似てるんですけれども、ヒートリブンっていうこういう金属のリボンがついてまして、それで冷やすっていう方式だったんですね。故障したやつっていうのはこのファン付きの LED なんですけれども、やはりファンの方が強制的に風を当てて冷やすんで明るいんですよ。っていうのはLED って自分自身の熱で照度が下がっていってしまうっていう弱点がありまして、どうやって冷やしていくかっていうところだと思うんですけれども、やはりですねヒートリボンっていうやつですと点灯直後は明るいんですけれども、しばらく走ってるとどんどん照度が下がっていくんですね。なんで色は白いんですけれども明るさが暗いっていうような状況になってしまいます。で気に入らなかったので LED ライトを別のものに交換することにしました。で今回購入してみたのがこちらのフィリップスの LED ヘッドライトになります。6500Kって書いてあるんで、そんなに真っ白系じゃないと思うんですね。この写真だと結構青っぽく見えるんですけれども、こんな青いのっていうのはおそらく 7000Kとか 8000Kとかっていうのだと、もう目に見えて青くなって車検が通らなくなるんで、このいわゆる電球色っていうタイプか白色でないと車検が通らなくなってしまうんで、多分これ Amazon のレビューなんかを見ると白っていう風に出てるんで大丈夫だと思うんですけれども、でちょっと気になったのがパッケージがぐるっと一周全部中国語っていう、でここにちょっと日本語が入ってるんですけれども、これ本当にフィリップスなのかなってちょっと思ってます。値段的には4500円ぐらいで買いました。それで私、5年ぶりに LED 交換するんですけれども、パッケージの内容がランプが2本と説明書とこれ保証書ですね、それからこれが多分後からペッツで入れてるんだと思うんですけれども、この2つはこっちのやつがちょこっと英語とほとんど図解のみみたいな交換手順で、こちらが日本語の取り付け手順結構詳しく書いてあるのと、保証書は日本語ですね。で LED の筐体はこんな大きさなんですけれども、結構ちっちゃい。ただ素子が光る部分ですね、これがついてる位置っていうのはほぼほぼ一緒なんで、もうほとんど H4 の、 バルブの発光点と同じ位置を再現してるんだと思います。で古いやつっていうか今も結構あると思うんですけれども、こうイグナイターっていうか HDI でいうところのバラストみたいなものが今までの LED ついてたんですけれども、それがなくなって、普通電球のやつだとこのソケットがこの電球のケツのところにこうついてるんですけれども、ただこれだけになったんで、すごく配線すっきりでつけやすいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとやってみようと思います。基本的にヘッドライト交換ができる人だったらできると思いますし、やったことない方でもそんなに難しくないんで、やってみれば簡単にできちゃうと思います。まず LED を外していくんですけれども、ソケット外しまして、で LED の筐体は、どれも大体同じ仕組みなんですけれども、この金具部分ですね、これが必ず回って外れるように、ほとんどの LED はこういう仕組みになってますので、緩む方に回して引き抜くっていうような形、今ついてるやつも緩む方に回して引き抜けば取れてしまうんで、これでまず外します。こっちも事前に外して準備しておきます。このように取り外しできました。それで水が入ってこないようにですね、防水のゴムがついてますから、そのゴムも外します。こういう針金でこいつが止まってるんで、こいつから先につけます。このヘッドライトもこっち見ながら指でこう探りながら入れる感じです。入る方にしか入らないん で入れたら落とさないように片手で押さえつつ、この針金で引っ掛けて固定します。これで固定できました。固定できたらこのゴムをはめるんですけど、私の車は特にトップマークないんですが、向きが決まってるやつは矢印だったり TOP ってトップって表示がありますので、必ずそれが上を向くようにはめてください。でこのタイプの車なんかシェードの中にしっかりこのゴムをはめろって書いてあったんで、これ止めますね。これで LED のランプを挿入します。最後ですね、入れてカチッと回すんですけれども、向きが違ってると入らないですから、間違いようがないです。で固定 OK です。でガッパをとりあえず片側つきましたんで、もう明るくないなこれ。でもカットラインは微妙かな。カットラインが出てますね。
朝の本当に同じアンプのやつって聞いてる分よりも暗い感じがしまして、調整必要ないんですけれども、ついてた LED が表示化合わせてあるんで、カタップ変えたらこのネジで高さが上下変えられるんで、これをプラスのドライバーで壊してあげて、この表示が隣の高さと合うように調整します。まあ、この左右の調整は私にはできないんで、とりあえず高さだけ合わせる。これができましたら一旦ライト切りまして、反対側をボタンしていきます。ほぼほぼ調整いらないっぽいんですけど、こっちはちょっと逆に下がってる感じがするんで、少し上げときます。どうかな。それからですね、ハイビームにした時ハイビームインジケーターがつかないと車検通らないんで、これ必ず確認してください。こんな感じです。で、新しいトラブルがつきました。というのですね、 LED の交換って非常に簡単ですので、まあ、もしハロゲンでちょっと暗いなとかっていう考えを持っておられる方いらっしゃいましたら、まあ、4、5000円で買えるものなんで、試しに変えてみるのもいいかと思います。で、やっぱり雨の日とかは見にくかったりとかってあるんで、普通のハロゲンの方がいいやって思えばハロゲンに戻せばいいですし、僕は LED の白いやつに慣れてしまうと、私なんかもハロゲンじゃちょっと暗くて嫌だなっていうふうに思っちゃうようになったん で不安だったら、あの工軸だけどこのディーラーでも修理屋さんでも、多分車検業務をやってるところだったら工軸だけ取ってほしいって言えば3000ぐらいでやってくれると思うんで、まあ、私なんかこれ商業車で毎年車検なので、基本的に高さだけ合わせてそのまま車検に出してしまえば、車検が上がった時には工事が調整されて戻ってくるっていう感じでやってますんで、乗用車だと交換したら2年間そのままになっちゃうんで、まあ、今回こんな簡単な作業だったんですけれども、作業自体以上になります。ということでですね、交換の方終わりまして点灯の方してみようと思います。こんな感じで結構明るくなりました。今までと大きく変わったのはですね、このハイビームにした時ちょっと見づらいんですけれども、中華製の安い LED は手前側がかなり暗くなってしまうんですけれども、これがハイビームの時に手前側まで割と照らしてもらえるようになったっていうか、これ今ロービーム、これハイビームなんですけれども、結構ハイビームの時でも手前側が照らせるようになったっていう印象です。私の購入時ですけれども、まあ、4500円ぐらいでこれだけ明るくなれば結構満足度は高いと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もしていただけますと大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。